ただいまから知事定例記者会見を始めます。はじめに知事から発表がございます。24日から26日にかけて本県産農林水産物の風評払拭と福島のイメージ向上を図るため香港を訪問しましたので発表いたします。今回の訪問では県産農産物の輸入停止など原発事故による風評の影響が根強く残る香港において香港政府や業界団体現地メディアの皆さんに対し復興が進む福島の現状や農林水産物の安全性と美味しさ、さまざまな観光の魅力など福島の今を正確に丁寧にお伝えしてまいりました。輸入規制を所管する香港政府のソフィア・チャン長官には震災後のご支援に対する感謝の思いをお伝えするとともに輸入規制の撤廃に向けたさらなるご理解をお願いいたしました。また日本食品を取り扱う業界団体との意見交換や現地メディアを対象としたセミナーを開催し食の安全安心の取り組みや四季折々の観光の魅力新産業の創出などを発信するとともに県産食品の試食を通じ美味しさを実感していただきました。皆さんからは大変美味しいと評価をいただいたほかもみじや雪景色温泉等の福島県の魅力をもっと知りたいなどの言葉をいただきました。今後とも現地の言葉での情報発信の強化や香港からのチャーター便の検討等の観光誘客対策のさらなる充実など食と観光の魅力を広く発信し福島への信頼とイメージの向上観光客の拡大につなげていきたいと考えております。私からは以上であります。ただいまの発表事項も含めてご質問をお受けします。ご質問のある方は挙手をお願いします。またご質問の際は社名とお名前をおっしゃってください。ご質問ございますか。民有新聞水野と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。香港の訪問についてお聞きしてます。はい。まあですね、こう、大変おいしいとかですね、魅力をもっと知りたいというお声を、伺ったということだったんですが、いまだにこう県産品のですね、輸入規制が続く中で今後知事ですね、この撤廃に向けては何が一番重要だとお考えでしょうか。はい。やはり大切なことは福島の今の正確な状況を知っていただくこと、これが何よりも大切だと思います。やはり率直に申し上げて2011年3月の東日本大震災と原発事故のイメージが非常に色濃く残っている、それが香港の現状かと思います。したがってそれから約8年近くが経ち福島が今こうやって復興に向かって前に進んでいる、あるいは県産農林水産物が安全で安心に食べられて、しかもそれが品質が高く美味しいという事実、あるいは福島県が観光地としてとても魅力のある宝物がたくさんある、こういったことをできるだけ多くの香港の方々に知っていただく工夫を続けていくことが重要だと考えています。知事の意気込みをちょっとお伺いしたいんですが、輸入規制の撤廃に向けて確実にこれは進むでしょうか。やはり今回私自身が福島県知事として東日本大震災以降初めて訪問することができました。立法会の担当の議員、あるいは輸入規制を担当している長官と直接面談をし、今の福島の姿を正確に伝え、お互いの信頼感を醸成することができたことは非常に重要だったと思います。また双方のキーパーソンからぜひ今後とも対話を続けていきたい、
あるいは今後どうやったら戦略的にこの規制緩和を実行できるのか検討していきたい、そういった意欲を伺うこともできました。今後ともぜひ輸入規制緩和に向けて日本国政府のお力をいただきながら前進に向けて努力を重ねていきたいと思います。他にございますか。福島テレビの遠藤です。おはようございます。おはようございます。と弊社と、福島民放社さんで共同で行った世論調査についてお伺いします。と今日民放さんの方にも掲載ありましたけれども、福島第二原発の廃炉について知事が前面に出て、その、廃炉を求めるべきと答えた人がですね 32%、 それよりも多くてですね、国がより前面にというような回答された方が 44.8% に上りました。これについての受け止めをまずお聞かせください。県民の皆さんのそうした思い、調査結果をまず真摯に受け止めております。福島第二原発の廃炉については正式決定に向けて東京電力の社内においてさまざまな課題の検討を行っていると聞いています。先般も私から直接東京電力の小早川社長に対して福島第二原発の廃炉を正式に決定するよう求めたところであります。福島第二原発の廃炉を正式に決定をし、県内原発がすべて廃炉になることを示されるよう、引き続き私自身が国、そして東京電力に対して強く訴えてまいります。ありがとうございます。もう一点、防災意識についての説問についてのご回答いただきたいんですが、東日本大震災からまもなく8年を迎えようとしています。そういった中で、防災意識についてですね、その2011年当時から見てですね、非常に高まったという方が 28%、 ある程度高まったという方が 46%、 合わせると7割を超えるような状況です。これについての、知事のお考えをお聞かせください。県民の皆さんの防災意識、これは極めて重要であります。福島県は地震、津波、原発事故、通常では経験のしたことがなかった複合災害を直接県民の皆さん自身が体験をされました。こういった思い、防災意識というものが風化することなく今後継承されていくことが重要であり、県も市町村等と力を合わせてこの防災意識の醸成というものを続けていきたいと思います。特に昨年1年をとっても西日本の豪雨災害、北海道の地震をはじめ、全国どこでもいつ何が起こるかわからない、それが今の日本の現実だと思います。やはり災害について常に心のどこかに置いておく、事前の準備をしておく、防災訓練にできるだけ参加をしていただく、こういったことを県民の皆さんにこれからも訴えて、この防災意識の面での風化が生じることがないよう努力を続けていきたいと思います。ありがとうございます。他にございますか。共同通信の高田と申します。ちょっと香港の話戻ってしまうんですけれども、はい、今回の、香港訪問での成果を一言でちょっと教えていただきたいのと、先ほどの質問に重なるんですけれども、今後その、輸入規制の、撤廃に向けての次の一手というのはどういうところを考えていらっしゃるのか教えてください。成果2つあります。一つ目は震災後にいただいた多くのご支援に対する感謝の思いを政府関係者をはじめ香港の皆さんに福島県知事として直接お伝えすることができたことです。そして二つ目は復興が進む福島の現状や県産農林水産物の安全性、おいしさ、そして観光の魅力など福島の今を香港政府や立法会の議員をはじめ日本食品を取り扱う関係団体、香港メディアの方々に対し正確に丁寧に発信することができたことであります。
現状を一歩でも進めるためには、今私たちにできることを積み重ねていくことが重要です。これからも香港、台湾で使用されている反対時という中国語がございますが、この反対時による情報通信の強化など、一人でも多くの皆さんが福島へのご理解を深めていただくように、福島の今の情報発信を積極的に進め、香港における風評の払拭、あるいは観光客の増加につなげていきたいと考えております。また特にインバウンド観光客の関係でありますが、香港から福島県を訪れる方々の数というものが、実はこの数年47都道府県の中でも非常に低い状態にあります。ただ実はこの1年、正確に言うとまだ10ヶ月ほどでありますが、このデータを見ますと震災前水準を一気に超えて香港からのお客さんが増えてきています。やはりこういった今の状況というものをいい意味で捉えて、香港の皆さんに福島にぜひ来ていただく、で実際に来て見て食べて感じていただくことによって、今皆さんが誤解されている部分があるのであれば、それをより取り除いて、また地元の皆さんにお伝えしていただくことができるのではないかと考えております。そういう意味でも観光の振興にこういった地域においてより力を入れていく必要があると考えております。すみません、もう一点、ちょっとまた別の話なんですけれども、先週からの予算の知事査定も始まりまして、はい、復興創生期間も残りあとわずかということで、新たな新しい政策というのはちょっと出にくいような環境にあるのかなと思うんですけれども、知事としてどういうところを重視して予算編成されていくのか、お考えをお聞かせてください。まさに今知事査定の真っ最中であります。私自身昨年後半に2期目の知事選挙を迎えております。やはりその選挙において福島の復興と地方創生をさらに進化させていくということを訴えてまいりました。例えば避難地域の復興再生、避難指示が解除された区域においてもまだ住民の方が十分に戻られているわけではありません。あるいはまだ復興拠点しかない双葉町、大熊町のような地域もございます。こういった地域の再生にどういった県としての施策を講じていくのか、これが重要な一点となります。そしてもう一点は地方創生、今やはり人口減少が急激に続いております。この状況にどう歯止めをかけるか、少子化対策、産業振興、雇用対策、あるいは地域の魅力をより高める、こういった新規施策を今予算査定の中で議論を続けているところでございます。また地位査定が終わりましたら、皆さんに新年度予算の中の重点施策ということでぜひお示しをしたいと考えております。他にございますか。福島日報の鈴木です。はい、香港市長お疲れ様でした。ありがとうございました。でその香港市長に関してなんですけども、はい、まあ、チャーター便の検討というところがあったと思うんですが、具体的にこう方向性としてどういう働き方をされていくかというところをお伺いしたいんですが、震災後ですね、やはり香港からのチャーター便というものを私ども当然考えておりまして、さまざまな交渉を今進めているところでございます。まだ具体的にお話しする段階にはありませんが、やはり今回私自身が香港に伺って、やはり非常に風評が強いということを実感しております。風評を取り除くには、まあ、情報発信ですとか政府との働きかけとかさまざまありますが、一番直接的な効果があるのは来ていただくことだと思います。そういう意味でも香港からのチャーター便が形になること、これが香港から来ていただくお客さんを増やすことに直接つながると思います。さらに先ほど言ったように香港からのお客さんがこの1年弱で加速度的に増えています。やはりこの機を捉えて、また関係の航空関係の航空会社等にですね、県として強く訴えかけていくことが重要ですので、今それを担当部局に指示をしているところでございます。ご意見なんですけども、はい、まあ、弊社と福
福島テレビさんの世論調査の中で、はい、まあ、先ほどのもあった 44.5% ですか、国の関与をより積極的に求める声がある。第二原発関係です。で、その声を受けて、まあ、県としてですね、現状の国の関与の度合いというのは十分であると考えていらっしゃるかということをお伺いしたいんですが。やはり福島第二原発の廃炉、これは県内原発全期廃炉という県民の皆さんの強い思い、これを踏まえてのものであります。私自身がこれまでも東京電力の社長のみならず、世耕経済産業大臣をはじめ国の要人の方に直接お話をしてきました。これからも国の皆さんにより強く関わっていただくためにも、知事自身が機会があるごとに訴えていくこと、これが重要だと思います。もう一点だけ、千堀知事の支持率がまた8割を超えたことについて、また一言お伺いしたいんですが、はい、今回の調査結果、真摯に受け止めております。県民の皆さんのさまざまな思い、これを私自身がしっかりと受け止めて、福島の復興と地方創生にさらに力を尽くしてまいります。他にございますか。河北新報の神田と申します。すみません、先ほどまた香港の話で戻るんですが、はいはい、先ほどの知事がいまだに香港は風評が強いというようなお話をされてましたけれども、はい、それはどういうような部分でそれを感じられたのかというのが一点と、もう一点はですね、香港の政府の方とか、あるいは立法会の方とかとお話をされた中で、要は向こうの国々も基本的には前向きに対話したいというようなお話があったというような話をさっきされてましたけれども、要は上の方々はそういうふうに思いながらも、実際はなかなかできないという根詰まりが起きている、そのネックの部分というのがどのようなところにあるのかという話は、今回その議論の中であったのかという部分をお願いします。まず1点目です。香港のこう風評の度合い、やはり私自身が感じたのは、今でもお話に出ました立法会の議員、あるいは香港政府の長官、あるいは食品団体の方々等とお話している中で、やはり市民の皆さんの意識、福島に対してやはり懸念、不安、心配というものが根強くあるということを皆さんがそれぞれおっしゃっておられました。これが一つの私自身の理解であります。また一方で、香港自身も完全に時計の針が止まったままではありません。間違いなく前に動き出しています。これまで5県に対してこの輸入規制、こういったものが継続されておりましたが、昨年4県において輸入規制が緩和されました。栃木、群馬、茨城、千葉、いわゆる福島周辺のこの4県においては昨年輸入規制が緩和され、これは間違いなく前進であります。そして政府あるいは立法会の皆さんがおっしゃっていたのは、こういった4県における輸入、まだ規制緩和されたもののはかばかしく回復しているわけではない、やはり日本政府としてこの4県にしっかりと力を注いであげて、まずこの4県の輸入規制が緩和されて前に進んだという実績が上がるように、ぜひ日本の政府も頑張ってほしい、こういう趣旨のお話もございました。したがって香港自身、やはりいろんな形で前に向かって動き出している。その中で福島県としても今できることを一つ一つ積み重ねて、輸入規制緩和に向けてしっかりと取り組んでいく、そのための大切な大きな一歩に今回の訪問がなったと考えております。時間の関係もございますので、最後に一問お受けしたいと思います。アイドルグループの嵐の件だったんですけれども、はい、すみません、2020年で活動休止ということを発表されました、福島県内にもですね、被災地訪問したりとかメンバーされてましてですね、知事として今率直に聞いてどう感じているのか、ちょっとお答えいただければと思います、はい、昨日人気アイドルグループ嵐の皆さんの活動休止という報道を見て本当に驚いております。嵐の皆さんには震災以降、被災地でのイベント開催やチャリティーグッズの売り上げ等による寄付金など、多くの被災者にたくさんの元気を与えていただきました。特に昨年末の
紅白歌合戦において飯舘村をメンバーの皆さんが全員で訪問された姿を拝見しました。本当に嬉しく感じたことを覚えています。活動を休止されるという報道は寂しい部分がございます。一方で休止されるまでまだ一定の期間もありますので、機会があればぜひまた福島に皆さんがお越しされることを期待をしております。ありがとうございました。それでは以上で日程歴史会見を終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。